植切子がウェストハム移籍後初ゴール点2ゴールに関与でチームの今季初勝利に貢献。ウェストハムユナイテッドの植木理子はブライトン戦で移籍後初ゴールをマークした。8日に行われた FA 女子スーパーリーグ第2節でウェストハムは敵地でブライトンと対戦した。この試合に今夏にウェストハムに加入した植木はセンターフォワードで先発し、林穂かは中盤で、 シミズリサは3バックの右サイドでスターティングメンバーに名を連ねた。ウエストハムが序盤から攻勢を見せる中、12分に先制に成功。植木がペナルティエリア手前から放ったミドルシュートは、相手ゴールキーパーのセーブにあってゴールポストに当たる。そのこぼれ球をクリスティ・スミスが押し込んでチームにリードをもたらした。その後はブライトンに攻め込まれる時間帯もあったが、守護神マッケンジー・アーノルドの攻守などもあり、 同点ゴールを許さず。ウェストハムが1点のリードで試合を折り返した。後半に入ると、51分に植木に待望のゴールが生まれる。ウェストハムが敵陣ウサイドからフリーキックを得ると、リサイバンスがゴール前にボールを放り込む。ファーサイドでフリーになった植木がヘディングで合わせてチームに追加点をもたらした。なお、この得点は同選手にとって移籍後初ゴールになった。 その後もウェストハムは植木を中心にチャンスを作り出すが、これ以上のゴールは生まれず。日本女子代表の3選手が出場したウェストハムは、2対0でブライトンを下して今シーズン初勝利を挙げた。